テネシーはアメリカ海軍の戦艦。テネシー級戦艦のネームシップ。艦名はアメリカ合衆国16番目の州にちなむ。その名を持つ艦としては3隻目。第一次世界大戦直後の1920年に収益した戦艦である。総合能力では他のアメリカ海軍戦艦と同様の能力を持つ。 日本海軍による真珠湾攻撃で損傷し、姉妹艦カリフォルニアは日本軍の爆弾により大破着艇した。後に、両艦は徹底的な近代化改修を受け、装甲、速力、手法を除いた部分でサウスダコタに準じた性能、外観を持った。1943年に近代化改修を終えると、テネシーは太平洋戦線に配備され、 主要な戦いの多くに参戦した。マーシャル諸島を皮切りに、ビスマルク諸島、マリアナ諸島、フィリピン、沖縄等の日本軍占領下の島々を転戦。当初の攻略戦においてはその艦砲射撃の威力を発揮し、また冷凍機械戦では、スリガオ海峡でカリフォルニア島と共に戦艦部隊を形成し、突入を試みた不装型戦艦2隻を含む、 日本艦隊を迎撃し撃破している。サイパンでは沿岸砲の沖縄では特攻機の攻撃にい損害を受けるも致命的なものではなくすぐに戦線に復帰している。終戦後は日本本土の進駐に向かった後シンガポール、インド洋、希望本、大西洋を経て本国に帰還した。1947年に退役。 1959年に解体された。テネシーは1917年5月14日にニューヨーク海軍交渉で帰港する。1919年4月30日にテネシー州知事の娘ヘレンデ・デノーレ・ロバーツによって命名、浸水し、1920年6月3日に初代艦長リチャード・イチリー大佐の指揮下収益した。テネシーは 第二次世界大戦の選考により、海軍部大将及び10個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。